エアコキハンドガンの強化カスタムは丸井のガバメントが一番人気で一番高性能、2番目がソーコム MK23、 ベレッタは、人気も性能も3番目です。丸井エアコキベレッタ M92F の強化カスタム金属塗装、18金がベースかな。 40m ターゲットワンマガジンで10発当てるまで入りません。ヒット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 。何発だった？何発？帰れる？丸井の18金ホップコッキングエアガンベレッタ M92F、 中に GTF スプリングを入れた強化カスタム、外装はフレームの合わせ目を消して金属粒子含有塗料によるエアブラシ塗装を乾燥後に研磨してあります。金属質感になってます。例によって裏山の40メーターのターゲットを狙ってみます。ノーマルだとまっすぐ水平には届きません。山なりでなんとか届くけど、局所では当てることは難しいです。うちのこの強化カスタムはほぼ水平に飛びます。今日は 0.25 段で打ってみます。3番人気のベレッタのネックはスライドの剛性不足です。この デザインがバレルが露出しているこのスライドが上が切れているタイプなので、うちのうちの強化スプリングを入れてコッキングしてスライドを引くとちょっとよじれる感じがあります。スライドの剛性不足はまあ実銃も同じなのでデザイン的にしょうがないです。ただそれでスライドが割れるとか外れるとかそういうことはないので実用上は問題ありません。ちょっとぐにゃっとして気持ち悪いだけです。さっきも10発当たったので帰るんですけど、ちょっとおまけ動画で輝るおまけ動画で28弾を入れてみました。今日はライフルの試し撃ちも来てるので28弾持ってたので
試しに28段で打ってみます。ヒットヒット、ヒット、ヒット。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 40m ターゲットまで 0.28 段でだいたい水平に飛びます。落ちることはないです。まあ個体差でこれホップ強めなんだろうけど、品番 K の100、 これは 0.28 段も使えるようです。ちょっとこれは当たりかも。ではおまけ動画です。これはまた別のエアコキ92F 10金ベースなので軽いです。これは自分で使おうと思ってます。なぜかというと、ちょっと欠陥がありまして、ゆっくり引くと視野がかかりません。ハンマー起きてないですよね。コッキングされてない。これは素早くコッキングしないと視野がかからない。なぜかそういう仕様になってます。で、10金ベースで、GTF スプリングに真鍮バレルだから18金ホップと変わらないぐらいの性能になってます。 0.25 段で 40m は水平に飛びます。 40m でマンターゲット、 30m だったらヘッドショットいけるぐらいの性能になってます。では次回のエアコキハンドガン戦で使ってみます。